皆さんこんばんは、 HKT48 の地頭ねねです。本日も私のラジオ番組ねえねえ聞いてよラジオエボリューションが始まりました。はい、もうね、やっと周年やらなんやらかんやらに解放されて、もうめちゃめちゃ開放的な、なんかもう本当に本当に解放されたっていう気持ちでいっぱいなんですけれども、まあ周年とかいろんなイベントが終わって最初の収録ということで、そういう系のお便りもたくさん来ておりますので、たくさん話していけたらいいなと思います。そしてもうね、今週からかな、もう6期生との対談のコーナーがなくなってしまったので、6期生効果を狙って再生回数を伸ばすっていう私の姑息な手段がもうなくなってしまったということで、これから一人で戦っていけるかすごく不安なんですけれども、皆さん本当に寝る前とか聞いてくださってる方が多いと思うんですけど、まあ、寝る前とあと朝起きて準備する時とお昼休憩の時と、夜帰る時、一日に4回聞いていただけたらいいなと思います。それではタイトルコールに行ってみましょう。地頭ねねのねえねえ聞いてよラジオエボリューション、そして皆さんこんばんは、 HKT48 の地頭ねねです。本日も私のラジオ番組ねえねえ聞いてよラジオエボリューションが始まりました。では早速皆さんからのお便りを読んでいきたいと思います。ラジオネームポテトさんからです。ねねちゃん、黒木さん、こんばんは。こんばんは。6期生ねえねえ聞いてのコーナーがついに全員終わりましたね。数ヶ月間お疲れ様でした。このコーナーを通じて個性豊かな6期生のことを知ることができ、先輩としての姉ちゃんの姿を垣間見ることもできました。突然スイッチが入ってテンションが超高くなったり、人見知り、友達いない、暗いといった自虐ネタをちょくちょく挟んでくる姉ちゃんが可愛かったです。さて6期生ねえねえ聞いてのあと、6期生との仲はいかがですか？この数ヶ月間、11周年コンサートや劇場公演など6期生と顔を合わせる機会も結構あったと思います。人見知りせずに話せてますでしょうか？企画の振り返りや6期生各メンバーとのご実談などがあれば教えてください。いやー、もうお察しの通りですけど全然喋ってないです。いや、まあ本当にこれはもうみんなわかってるじゃん、聞かなくてもみたいなところもあるんですけど、でも前より他愛のない話っていうか、他愛超どうでもいいことでもフラッと喋りかけられるようにはなりました。なんか今日のリップの色可愛いねみたいなことは喋りかけられるようになったかなと思います、前よりかは。でもそもそもね、その公演とかいろいろあるんですけど、言うて制服の目に出てるメンバーとかも変わってないので、その前に何ですか、この6期生のコーナーを始めた時から多分3人ぐらいしか多分まだ出てないんじゃないかな。多分江口ちゃんとカレンレンとあと大内ちゃん、大内ちゃんも1回ぐらいしか一緒に出てないし、パジャドラも柳瀬ちゃんとヒーロちゃんとあと森崎ちゃんは同じポジションなんですけど、今撮ってる時は多分次の時にはココハちゃんと一緒に出るんですけど、だから言うてそもそも会うメンバーが変わってないので、まあ輪が広がらないっすね。もう全然輪は広がらないんですけど、でも今度アキちゃんの生誕祭に出るんですけど、まあ私がちゃんと覚えられたら出るんですけど、その時に多分野上ちゃんとか森崎ちゃんとかもいたような気がするので、そこでねまたちょっと輪が広げられたらいいなと思いますかね。あ、でもあの後から結構野上ちゃんと一緒にお仕事するっていうか一緒の空間にいることが増えたんですけど、あの子はねアホですね、それは分かりました。
なので最近はずっとやってます。なんかしっかりしてる顔してるけどさ、アホだよねって言ったら、そうですかねみたいな言ってたんですけど、なんか野上ちゃんはね、この間はなんか静電気とか電気系の仕組みの話をしているときに、なんかドライヤー感電するみたいな言うじゃないですか。そもそも感電って言葉を知らなくて、感電みたいななってて、なんか水の中って電気を放出するとこうもっと電力が強くなるみたいな話をしてて、で感電わかんないの、感電みたいになってて、コンセント挿したドライヤーとかを水の中に入れたりしたらもうすごい電気になって人が死んじゃうぐらいの電気になっちゃうんだよって、でそれを人の体に電気が入ったらもう感電みたいなことだよみたいな、へーみたいな、あれ私同じ年月生きてきたはずだよなと思って、あの子はね結構こうアホです。それだけは分かりました。はい、もがみちゃんが後日談としてはもがみちゃんがアホっていうことは分かりましたっていうことですよね。はい。でもなんか私のメールとかで漏れた写真とかがあったら、この写真可愛いですみたいな感じでなんか LINE してきてくれるようにはなったので、仲良くなれたのかなってちょっと思ってます。続いてラジオネームトミさんからです。ねるちゃん、黒木さん、ごきげんよう。ごきげんよう。11周年コンサート配信で見させていただきました。26日はチーム対抗8番勝負という対決ブロック盛り上がりましたね。喫水の K4 推しの私は全力ひいき目で K4 を応援しました。ねるちゃんはセクシー対決とクール対決でしたね。愛知と披露した抱きしめられたらと夜公演は飛べないアゲハチョウをダンスの表現力で H の飛び道具と T2 のビジュアルに対抗していてとても良かったですよ。クール対決のエンドロールはかっこよすぎました。シナモンの卒業制作というジャケットアクションを含めた振り付けも良かったですね。チームワーク対決では各チームのエンジンが聞けて嬉しかったですし、 K4 の触れたいかーはラブタンの時から続いているのかと懐かしい気持ちになりましたし、ねねちゃんの K4 の K はと言っていましたよね。披露曲は夢見るチーム K4 も曲中にメンバーの名前がある曲ん？披露曲は夢見るチーム K4 曲中にメンバーの名前がある曲が大好きなので見ていて嬉しかったです。結果夜公演では見事優勝し、 Day2 で楽曲披露できましたね。現行チームでの大きなコンサートで今までの絆を確かめられた素敵な周年コンサート Day1 でしたね。セクシー対決のねねまいも見たかった気持ちもありましたが、まいちゃんの救援は残念でしたけど、現行チームによる対抗戦の裏話感想聞きたいですっていう、もうめちゃめちゃ長文の感想ありがとうございます。そうですね、26日、この人は26日のちょっと後に送ってくれたのかな。26日はですね、もうあれはね本当に大変だったんです。そもそもその人数的にはやっぱりどの曲も16人とかで作られてるわけじゃないですか。ユニット曲とかではないのにね、とか、まあ、抱きしめられたらとかは3人だし、それをそもそもその出る人数バージョンに作り直さなきゃいけないプラス、そのこれはここではこういうことをして、じゃああとは自分たちで作ってくださいって感じで、もう本当に文化祭みたいな感じだったんですよ。で基本的には自主制作みたいな感じになって、もう本当に本当にね、もうどうしたものかと頭を抱えていったところで舞さんが急になってしまいまして、 K4 でセクシーみたいな。そもそも舞さんは多分昔の K4 というか、私が加入したばっかりの K4 とかだと、まあ、まどかさんとかもいたし、まあ、舞さんとかだとなんか舞さんとみおさんとか、なんやかんやでセクシー対決にふさわしいメンバーがいたんですよ。ゆうたんさんとかもそうでしたし、まあ、ネタ枠にするとしても村重さんとかもいらっしゃったんで、富吉さんとかもいらっしゃったんで、植木さんとかだったから、もう多分
どべも無双してたんですよ、 K4。 多分私が加入した時の K4 だったら無双してたんですけど、もう K4 は、本当ダンスが上手い子、歌が上手い子いっぱいいるんですけど、もうセクシーだけが枯渇してたんですよ。でも私もギリめっちゃ低くかみたいな感じの多分セクシー面だったんですけど、唯一のセクシーメンバー舞さんが出れないということで、なけなしの愛知を召喚しまして、ねねちの、くしくもと言ったらあれですけど、くしくもボムさんでやらせていただいたにわか剪定グラビアが伏線になるっていう、くしくもって言ったらなんですけど、ちょっとそういう伏線になってしまい、愛知と中島野さんに、まいちゃんといるとセクシー面に見えたけど愛知といるとちょっとネタ枠だよねって言われて、2人でなけなしのセクシー面として出させていただいたんですけど、結果夜公演では優勝してきたので、私たちの活躍のおかげかなって思ってます。あとそうですね、裏話、あの時何があったんだろうな、何やったっけ、夢見るチーム K4 で前にやったのが周年とかかな、10周年とか、だから村重さんとかもいたんですよね、まだ。だから去年の周年かなんかだと思うんですけど、なんかあの時に名前を、まどかさんとかもいたな、じゃあ10周年じゃないわ、もっと前ですわ。なんかその時に呼んでいた名前ともうまるっきり名前が変わって、なんか時の流れを感じて寂しくなったのと、この時に優勝できたので28日の昼公演に T2 と K4 は楽曲を披露させていただけるっていうこと で、 K4 は夢見るチーム K4 だったんですけど、なんかせっかく K4 に残ってくださっている1期生さんが2人いるわけだし、なんかみんなで何かやりたいねみたいな、サプライズみたいなやりたいねってなって、感想でみんなで縄跳びみたいなした後が、ちょうど下野さんと葵さんが2人で真ん中にいたので、そこでみんなで11周年おめでとうございますっていうのを言えたので、もう満足です。葵さんもね、その26日に卒業発表をされたので、あーもうこういうのにもいないんだみたいな、なんていうんですか、舞さんがもう残りの、なんていうんですか、順って言ったらですけど、1代目 K4 のもう残りが舞さんしかいなくて、すごい時の流れを感じた週のコンサートだったなと思います。でも楽しかったですね、なんかそのなんていうんですか、解放されたとか言ってたんですけど、なんかなんやかんやああいうこう気持ち的にもやることが多いとかバタバタしている感じとかがすごい久しぶりだったので、こうアイドルやってるなっていうのはすごい感じた期間だったなって思います。はい、皆さんお便りありがとうございました。それでは本日もよろしくお願いします。48トットオトチャンネルをキーステーションに配信中、自動エネネのねえねえ聞いてよラジオエボリューション。HKT48 の時田智香です。ハッシュタグもかの音ファーストトーク、いろいろ喋ってます。ここでしか聞けないことも喋っちゃってるかも。毎週月曜日22時に HKT48 トットトチャンネルで配信中。みんなからのお便り待ってます。HKT48 の市村愛理です。市村愛理の市村ラジオ、私が一人で喋ってます。ここでは私の素を出しちゃってるかも。毎週火曜日22時に HKT48 トットトチャンネルで配信中。みんなからのお便り待ってます。
自動エネルのねえねえ聞いてよラジオエボリューション。はい、それではここからはこちらのコーナーに行きましょう。ねえねえ聞いて。こちらの企画は私がショールームラジオで行っていた企画の進化版になります。相談から雑談まで何でも大丈夫です。とにかくねえねえ聞いてということを送ってください。はい、ちょっとさっきとあまり変わらないようなことをするんですけど、皆さんからたくさんお便りいただいているので読んでいきたいと思います。早速紹介していきましょう。ラジオネーム相馬さんからです。ねねちゃん、黒木さん、こんばんは。こんばんは。相談なのですが、僕は乗り物で寝ることができません。寝たいなと思って目を閉じても結局起きたままです。電車などで周りを見てぐっすり寝てる人を見かけたら羨ましいなと思います。夜行バスでライブなど遠征に行くときは絶対寝ながら行った方が体力的にもいいと思うんですけど、長時間移動などが多いねねちゃんにぜひどうやったら乗り物でぐっすり寝てるか教えてもらいたいです。でもね、私も寝れないんですよ、乗り物の中で。昔はね、結構どこでも寝れたんですけど、最近はね、早朝とか丸1日お仕事をした最終便とかの時じゃないとあんまり寝れなくて、なので、でもなんか私ただ動画を見るのとか結構飽きちゃうタイプなんで、もうただ何個か動画をダウンロードして、あとはラジオを飽きた時にただ目をつぶって聞けるようにラジオとか、なんか芸人さんの面白話のやつとかなんかダウンロードしてただ聞いてる2時間半とかを過ごすんですけど、でもやっぱどうしても寝とかないとしんどいな、ここはみたいな。長時間のバスの移動とかだったりとかの時はそもそも寝ないで行くんですよ。まあなんだろうな、例えばなんか現実的な例えだと、宮崎までに帰るのがバスで4時間半とか、混んでたりすると5時間ぐらいかかるんです。で、年末年始とかだとスケジュールとかがなんかこういろいろあったりして飛行機とか取れなかったりするんで、まあ、バスで帰るってなった時に、去年ですかね、31日とかが31日から1日が、ハウステンボスで、カウントダウンライブをやっていたんですけど、カウントダウンライブをやってその、まあ、1時とか2時ぐらいに終わったそのままの足で福岡に戻って、であえてそこで荷造りをしてなくて、宮崎に帰るためので、自分が寝ないためにその時間帰ってきてからすぐお風呂入ったり荷造りとかをして、朝一の便でバスに乗って帰るっていうので、もう無理やりヘトヘトにして、無理やりもう寝てしまう体作りをしてから乗るようにしてます、私は。だからそのバスで宮崎とかに帰るときは最終便か朝早めの便に乗ってわざと寝る、自分が寝れるかなってぐらいの時間に帰るようにしてます。でも本当ああいうのって寝れてる人羨ましくなりますよね。めっちゃわかります。でも夜行バスとかでも寝れないんだったら結構大変かもしれないですね。あとは私はどうしても寝れない時は、夜とかもあんまり眠れない時があるので、目に圧がかかった方が寝れるんですよ、わざと。なのでアイマスクとかをただのなんかホットアイマスクみたいなやつじゃなくて、ちゃんとしたアイマスクとか、あとタオルとかをまぶたの上じゃなくて眉毛と上まぶたの間ぐらいに重さが来るように乗っけたりすると、もうまぶたが重いって眠たいって錯覚できるんで意外と寝れたりしますね。あとマジで私全然眠れないんでいっぱいいろんなことしてるんですけど、ラジオとか動画とか見てると結局そっちに集中して眠れなかったりとかするんで、YouTube とかにあるノイズの音があるんですよ、低
行機の中のことみたいな。でそれをつけて爆音にして、であとノイズ、普通にエアポーツとかでノイキャンして、それにプラスしてただボーっていうノイズを聞くっていうのが結構私は寝れましたね。それはあのなんか和む音みたいなやつよりかは、なんかそのただボーってしてるだけの音を結構寝れたんでおすすめです今日この回の中で一番長く話してたやつありがとうございます。じゃあ続いてラジオネームパミュムさんからです。こんにちは。まず3日間の周年イベントお疲れ様でした。韓国で応援しているねね推しです。10月から自由に日本に来れるようになって、10月から自由に日本に来れるようになって今度初めて HKT のコンサートに参加することができました。今回初めて HKT のコンサートに参加することができました。配信ではたくさん見ていたのですが、初めて生で見る HKT のコンサートは周年公演なものもあり、すごく感動があって1ステージに10うるうるしましたすごく良かったです。そしてカメコ席に参加しましたが、実はカメラなんて触ったことなくてちょっと怖かったんですが、いい写真がたくさん撮れてすごく満足しております。カメコ写真楽しみにしておいてください。改めて周年イベントお疲れ様でした。これからも応援してますということです。ありがとうございます。はい、まあ3日間幕張も含めってことですね。はい、もうね、見てるこっちもなんかねうるうるしちゃったんですよね。あのマリアさんのシアターの継承の時に、マリアさんはね先輩なんですけど、やっぱりこっちからしたらちっちゃい時から見てるんですよ。もう小学生とかマリアさん、みんながもう iPhone を持ち始めた時代にマリアさんだけガラケーだった時代からもうずっと見てたんで、なんかそれをもう背丈とかも私たちと変わらなくなって、で後輩に手をつないで、もうあの人見知りのマリアさんが後輩と手をつないで目を合わせて、なんか訴えかけるように、なんか意思とかをチアブラブとかをこう、まあ、継承というか、あれはまあ継承というよりかは一緒に頑張っていこうねみたいな、こう意思の方かな、こうすごい感じて、なんか普通に小田ちゃんと客席で見ながら泣きましたリハをね見てたんですよ。夜は見れなかったんですけど、昼の伊沢ちゃんの時かなを見てたんですけど、伊沢ちゃんがねちょうどね足を怪我しちゃってて、足がぐるぐる巻きだったのもまた泣けるとこだったんですけど、なんかこうやってなんか、まあ、マリアさんほんとどちらかというと一緒に頑張ろうねっていう感じだったんですけど、他の先輩に関しては本当に譲渡みたいな感じだったんですよ。なんかだからすごい、なんていうんですかね、いなくなっちゃうのかなとか思ったら、なんかすごい寂しくなっちゃって、でマリアさんはやっぱりここまでを見てきてるからめちゃめちゃ泣けちゃいましたね。あとはハルタンさんがね、あ間違えた、あのコレオグラファーのはるかさんがいらっしゃってたんで、コンサート見にいらっしゃってたんで、その夜公演の合間にマリアさんと江口ちゃんとあとはるかさんが3人でなんか練習してて、あ継承の継承だみたいなすごいエモい気持ちになっちゃって、あきちゃんは違う部屋でメイクしてたんですけど、ちょうど今あきちゃんが写真の連載してるんで、あきちゃん今シャッターチャンスだよって言ってわざわざ呼びに行って写真撮らせましたね。すごいなんか自分も継承していただいた側なんですけど、普通に見る側として感動して泣いちゃうコンサートだったなと思いますね。ではあと、そう、私はあれなんだ、ツアーのファイナルに出れてなかったんで、カメコっていうのをあんまり見たことなかったんですけど、このカメコさんをすごく感じる3日間だったんですけど、みんな多分結構メンバーがね念押ししてちゃんと選んで
だそうねっていうツイートをねたくさん見た期間だったんですけど、だからみんな結構なんか分かってるやっキラーンみたいな感じで、ちゃんと厳選したね、もうめちゃめちゃかっこいい、なんか韓国のアイドルかなみたいな、めちゃめちゃかっこいい写真とかをたくさん上げてくださって、なんかそれも含めて多分もう1ヶ月とか、幕張とかはもう2ヶ月ぐらい経ってるんですけど、それでもまだたくさん写真を上げてくださってる人がまだいるので、本当になんかそんなに今まで編集してくださったりとか厳選して、そしてあとそれだけで余韻に浸れるので、たくさん上げていただいて嬉しいなと思います。皆さん撮ってくださってありがとうございます。ではラスト、ラジオネーム松岡さんからです。こんびんは。こんびんは。周年コンサートお疲れ様でした。4公演すべて見に行くことができました。児童への可愛いところもかっこいいところも見ることができて、心を動かされることも多かったのですが、何につけても常に全力でパフォーマンスしている姿に毎度感動し、改めて素晴らしい推しだなと思わされます。個人的には18年ツアーでお披露目された恋を語る詩人になれなくてがとても印象に残っていて好きなので、劇場でもあと何回見れるかわからない詩人をゴールデンで見たのがすごく嬉しかったです。チーム K4 素晴らしかったです。ダンスの継承パートとフォーカスが当たる部分もありましたが、今回のコンサートで特に思い出に残っていることやうまくいったことはありますか、ということで、まあ、さっきと同じ、まあ、コンサート関係なんですけど、そうなんですよ、もうやっぱりさっきも言ったんですけど、一番はもう時の流れをかなり感じたコンサートだったなと思います。その2018年のツアーの時はそもそも新公演が始まるよのお披露目みたいな感じで詩人をやったんですよ。で、始まってたのかな、まあ、もうなんか始まったばっかりか始まる直前かだったんですけど、こう新しい K4、 これが新しい K4 だよっていう形であの時は踊ってて、でさくらさんがまだセンターにいて、ねねもさやまるが今やってくれてるポジションにまだいて、でさやまるはまだ研究生だったので、誰だったかな、なんかどっかのポジションに入ってて、たぶんみおさんか誰かだった気がします、とかのポジションにまだ入ってる時期で、なんか始まるよ新しい K4 だよって見せていたものが、これが最後の K4 だよっていう見せ方になってること自体、すごいなんかそんなに時間が経ったんだなってすごい思ったし、なんかその私の場合は葵さんの卒業発表があった後の継承だったので、なんかすごい泣けちゃって、なんかもういなくなっちゃうんだと思ったら本当泣けちゃって、なんか後で配信見たらどうしたってぐらい険しい顔して踊っている私が配信されてたんですけど、なんか下野さんに関してはそもそもの前提として卒業制作っていう前提で下野さんの最後の作品って思って、そもそもリハとかコンサートから挑んでるわけじゃないですか。でも葵さんに関しては26日に知ったので、え最後なのみたいな、いや最後わかんないですけど、これからの予定は全然わかんないけど、あこれが最後かもしれないんだっていうので、なんか結構心がぽっかりしちゃった感じもあって、なんかそっかーってなっちゃいましたね。上から数えた方が早くなっちゃったっていうのもありますし、本当に時間の流れを感じましたね。あとはなんやかんやあったんで、コンサート最初の2018年のコンサートの時の詩人のコートと最後に来た詩人のコートは別々なんですよ。違う衣装になってるんですよ。なのでなんかそれもいろんなことがあったなっていろいろ思い出しました、はい、やっぱコンサート系の話はもう一生喋れるくらいいろんなことがあったんですけど、なんかこうして余韻に浸れてちょっと楽しかったなと思いました。皆さんたくさんのお便りありがとうございました。以上ねえねえ聞いてでした。
SKT48 の馬場彩香です。宮崎園です。ファガーズのお部屋、2人でワイワイ楽しく話してます。毎週水曜日22時に HKT48 ホットホットチャンネルで配信中。みんなのお便り待ってます。48の石橋いぶきです。竹本くるみです。いぶくるの休み時間、今日の日直はくるみです。毎週木曜日22時に HKT48 ドットオープチャンネルで配信中。はぁ、今日も疲れた。今日もっと外のあなた、私たちのラジオで癒されちゃいましょう。HKT48 の自動エネルです。とねるのねえねえ聞いてよラジオエボリューション、おしゃべりしてますよ。あなたのお便りも読んじゃいます。毎週金曜日22時に HKT48 ドットオートチャンネルで配信中。みんなのお便り待ってます。さて、早いものでお別れの時間がやってきました。今日はね、とことん皆さんのお便りに返す日だったので、たくさん喋った気がします。なんか最近はやっぱ6期生のコーナーがあったので結構サクサクってしてたんですけど、たくさん話せてなんかすごい楽しかったんですけど、来週も同じ感じなので、また皆さんのお便りたくさん返していきたいと思います。皆さんいつもありがとうございます。番組の感想やお便り企画は番組専用の Google フォームから送ってください。また SNS でつぶやく際はハッシュタグねらじでつぶやいてもらえたら嬉しいです。それではまた金曜日にお会いしましょう。バイバイ。